いやー、四五十代のファッションって考えると結構難しいよな。だから YouTube とかで検索してみると、いろんなチャンネルが出てくるんだよな。結構イタリア系ファッションについて語ってるところもあるし、かと思えば結構ユニクロとかプチプラ系の服で提案してくれてるチャンネルもある。あと最近気になるのが、結構若い世代の YouTuber の方が、四五十代のファッションについて語ってる動画もあったりして、どれを信じていいのかよくわかんないんだよな。このあたり誰かわかりやすく整理して教えてくれる人っていないのか かなぁと思っている皆さんこんこにちはススタイリストの大山純です今回は動画なんですが、4、50代の大人世代にはどんなファッションが似合うのか、プロが徹底解説しますというテーマでお届けをしたいなぁと思っています。まあ、冒頭にもお伝えしゃった通りですね、結構4、50代の着こなしについて悩まれている方は多いかなぁと思います。まあ、そんな時に今までであれば雑誌を見たりだとか、ウェブで検索したりだとか、そういった方が多かったかなと思うんですが、最近は YouTube にいろんな情報があるので、皆さんもですね、検索されたことあるかな そうするとヒットするものとしてはやっぱりイタリア系のファッションチャンネルですねこういったところがまずは非常に多いかなと思います様々なショップだとかブランドを運営されている方々のチャンネルみたいなところが結構この40代50代の大人世代の着こなしをしっかりと提案してくれているので分かりやすいかなと思いますあとは結構ユニクロとかプチプラ系のですねお洋服を使いながら4050代の方にはどんな服が似合うのかこの辺りをお伝えしているようなチャンネルもあってこれも結構やっぱりリアリティがあって分かりやすいな と思うんですね一方で、最近ですね、新しい流れとして、まあ、名前は言いませんが、皆さんもご存知ですね、某ファッション YouTuber の方ですね。このファッションジャンルの中では、ナンバーワンの方がですね、この4 50代ファッション解説の中に参戦されてきてるんですね。で、その方の主張というのが、これまでのですね、4 50代に向けての発信と、ちょっとやっぱり大きく変わるところがあるので、まあ、いろんなチャンネルを見てる方にとってはですね、まあ、どれが正解なのかわからんぞというところで、結構悩んでるんじゃないのか なと個人的には感じてるんですねですので、まあ、今回はこういった動画撮ってみたいなということで、僕自身もうまくまとめられるか、ちょっと不安なところはあるんですが、この動画をですね、緊急で回している状況です。まあ、ファッションといってもですね、結構正解の形っていうのは、まあ、いろいろとあるわけですね。本来正解があるかどうかすらもわからないんですが、世代によっても正解が違ってきますし、あとは好きなファッションの傾向によっても、やっぱり正解の形が変わってくるかなと思うんですね。ですので、語り手によって、どういったファッション オプションがいいというおすすめの仕方も変わってくるかなと思うんですね。それらをなるべく全体的に見渡しながら僕の意見をですね。今回はお伝えができればなあと思っています。 ま、ちなみにですね、僕自身のこともちょっとお伝えしておきたいなと思ってるんですが、まあ、いろんなファッション系 YouTuber の方が、40、50代のファッションについて語ってるんですが、まあ、僕自身もですね、散々語ってきたかなと思うんですね。そんな僕自身のバックグラウンドをまず皆さん知っていただくと、まあ、よりわかりやすいかなと思うんですが、僕は個人向けのスタイリストとして、15年ほど活動してきました。芸能人だとか、モデルの方のスタイリングを行うのではなくて、おしゃれに悩みを持つ、大人世代の方に、マンツーマンで向き合って、いろんなお洋服をご提案 してきたんですねこれモデルの方とか芸能人の方と一般の方では似合う服って全然違うんですねやっぱり前者は顔が良かったりスタイルが良かったり独特の雰囲気とかオーラを持ってるのでいろんな服が似合いやすかったりするんですね一方で一般の方というのはそうはいかないのでなかなかですね似合う服の範囲っていうのは狭いんですよねまた人によって同じ40代50代でも見た目が若々しい人もいれば結構大人っぽい方もいらっしゃいますしあとは性格 の部分で気まじめな方もいれば割とこう気さくな方もいらっしゃるわけでそういった人柄によっても似合うものは変わってくるので僕も未だにですね個人向けのスタイリングをする際にめちゃくちゃ悩んでるんですよね理屈で言うとこういった着こなしが今トレンドだし自分自身はこういった着こなしが好きだからそれをお客さんに提案してみたいなと思って着てもらったりしますよねでもそれが全く合わないっていうことが非常に多いんですね理屈と現実は全然違うんですよ一人一人の 人間が違うのでこれまでどういった服を着てきたのかどんな経験値があるのかどんな好き嫌いがあるのかっていうところをその人にとって受け入れやすいようなスタイルですね半歩先のスタイルを僕はご提案するようにしてるんですがそれはもうオーダーメイドでやっていかないとなかなか難しいところがあるので理屈と現実は違うというところですねこれはまず理解しておかなくちゃいけない点なのかなと思っていますそしてもう一つ理解しておかなくちゃいけないところが若い世代と年齢を重ねた大人世代ではいろいろと条件が異なる とというところなんですねまずは雰囲気ですよね。若々しい雰囲気を持った方々と、大人っぽい重厚感のある見た目の方では、やっぱり似合うスタイルが全然変わってきます。まあ、を重ねれば肌の質感が変わったりだとか、あとは体型が変わったりだとか、あとは髪の毛のボリュームが減ったりだとか、まあ、様々な点で若い頃に比べると、肉体的な衰えは出てきてしまうんですね。まあ、そういった土台の中で似合う服っていうのは、やっぱ若い世代とは明確に違ってくるんですね。ここも 抑えななくちゃいけないけポイントですまた、もう一つ理解しておきたいのが、その世代ごとに愛されるスタイルっていうものが違うということなんですね。例えば、10代、20代の世代であれば、ワイドカーのあるスタイルというものが、もう当然のようにですね、流行っていた世代かなと思います。一方で、まあ僕たちですね、40代ですとか、また50代の世代の方だと、まあ、タイトなシルエットというのが前世だった時期が長かったので、そういったスタイルに対しての見慣れた感じだとか、安心感みたいなものがあるわけなんですね。流行っていううのはこうぐるぐる と回るものなんですがそれぞれですすがそれれぞね世代によって当たり前のスタイルというか居心地のいい見慣れたスタイルというところが全然違うので、まあ、このあたりをしっかりと把握しておかないとなかなかですね違うはになってしまうというところもあるんじゃないのかなと思っています。 で、この動画を撮る前にですね、改めて50代ファッションみたいな形でですね、YouTube の中で検索してみたんですね。そうなると、やっぱり冒頭にお伝えした通り、イタリア系のファッションチャンネルというところが、まず一番多いかなと思います。まあ、具体的な名前は言わないんですけども、イタリア系のファッションブランドを販売しているようなお店の方が、一つのチャンネルとして情報発信しているというところが、以前までは結構多かったという印象なんですね。今でもすごくそこが多いかなとは思うんですね。で、これに対して僕がどう思うのかというと、40、50代の方にとって、 で、結構、イタリア系のファッションって、かなり似合いやすいんですね。というのも、僕自身普段、個人向けのスタイリストとして活動していますので、まあ、いろんな方にですね、ご提案する中で、イタリア系ファッション、例えば、ジャケットを使ったスタイルだとか、綺麗めでジャストサイズに近いような、シャツだとか、ニットだとか、スラックスだとか、まあ、デニムに関しても、ちょっと細身のものだとか、こういったものは、4,50代の方、まあ、特に、40代の方よりは、50代の方には、こういったスタイルって、バチッとはまりやすいんですね。というのも、先ほどもお伝えしましたが、世代的にルーズ スタイルよりはジャストサイズというところに目が慣れていますしあとは年齢的にですね若い頃に比べるといろんなところで自分自身の見た目がカジュアルになってきてるんですね僕自身もそれは実感していますが髪の毛の量だとか肌の質感だとか体型だとかかつてのようなシャープさというところがなくなっているので、まあ、そういったところを服の持つ綺麗さでカバーしてあげるとバランスがいいのでそういった点では結構ジャケットだとかスーツに根差したイタリア系のスタイルというのはすごく相性が良くて着るとすごく上品で素敵なスタイリング が作りやすいんで、すねそれは僕自身実感ししてていいますすす普段でででねねそうっったイタリア系ののブランド散々使っているるよくわかるんです、ね、で僕自身も30代中頃ぐらいですかね、いろんなイタリアブランドを着てきました。ラルディーニだとか、タリアトーレのジャケット、リングジャケットなんかもよく着ました。ニットだったらクルチュアーニだとか、グランサストだとか、あとはジョンスメとか、そのあたりも着ましたし、ボトムスも PT だとか、インコだとか、デニムもヤコブ公園だとか、そのあたりも散々履いたんですよね。なので その良さに関してはすごく実感できるしそういったものが大人世代に似合うというのは間違いなく実感としては感じてるんですね。ただ一つだけ懸念点があってこれらのイタリアブランドってもう皆さんもご存知の通りめちゃくちゃ高いんですね。で僕がですね実際に買っていた頃に比べて今はさらに値段が高騰しているので普段スタイリングやっててもあこんなに値段上がったのかって実感することが少なくないんですね。それはもう仕方のないことだとは思っているんですがなかなかこの価格帯の服を日常 的に着れる方は多くはないというのが僕の中での実感としてはあるんですね。なので、普段のスタイリングで使うこともあるんですが、そこまで予算感避けない方もたくさんいらっしゃるので、イタリアブランドだけじゃないんですね。僕が使うブランドというのは。そして、イタリア系のブランドとか、大人っぽい老舗ブランドのアイテムの一つの盲点としては、まあ、ジャストサイズで綺麗めですごくいいんですが、まあ、かなり綺麗なので、日常的に使うにはちょっとこう上品すぎるかなって感じるところも僕はあるんですよね。もちちろんです、ね、ちょっといいレストランに食 無事に行く際だとかちょっと今日はおしゃれして出かけたいなという時にはいいんですが日常着としてはジャケットはなかなか着ないしジャストすぎるサイズのものっていうのもちょっと気使うし素材感が良すぎるものもなかなかこうケアもしづらかったりするのでリアルに使いやすいかというとそこには一つの盲点があるのかなと思いますもちろん予算感だとかライフスタイル全体で考えてもそういったイタリア的なスタイルがバチッとハマる方もやっぱり一定数いるので素晴らしいなとは思うんですがなかなか4,50代の多くの方にバチッとハマるスタイル ああるるかかととととといいううちょっと難しいかなと思うところも正直あるんですねですので僕自身この4 5 0代のメンズファッションっていうところにもうちょっとこうバリエーションを増やしたいなということで最近では情報発信するようにしてるんですね。 一方でユニクロだとかプチプラをメインにしたような4050代のですねチャンネルもあったりしてそれはそれですごくリアリティやってすごくいいなと思うんですねユニクロとかプチプラ系の服もたくさんあるのでその中から大人世代に似合うものを選ぶのってなかなか難しいんですよだけどもそういったチャンネルっていうのは大人世代に似合うものをちゃんとピックアップしてそれでコーディネートも提案してくれてるのですごくわかりやすいし参考になります僕もですねそういったチャンネル見ながらこれは役立つだろうなという形で結構好感を持って見て いいいるるわけなんですがが僕自身がどうう思ってののかというとそまあ、イタリアファッションじゃないですけども、やっぱりこう、ベーシックなもので、素材感が良いものの方が、大人世代には似合いやすいのは確かだと思うんですよ。なので予算が許すのであれば、イタリア系ファッションだとか、そのあたりはすごくいいかなと思うんですが、まあ、そこまでいかない方でも、プチプラの価格帯だけではなくて、僕がよくご紹介してるのが、セレクトショップのオリジナルとかだと思うんです 例えば、ビューティーユースのワードローブスマートのシリーズですね。このあたりだとか、グリーンレーベでいうところのジャストフィットというシリーズだとか、このあたりに関してよくご紹介することが多いかなと思います。セレクトショップのオリジナルということで、まあ、ユニクロとかプチプラに比べると価格帯はちょっと上がりますよね。まあ、素材感がじゃあめちゃくちゃ上がるのかっていうと、そうでもないんですよ。ユニクロとかプチプラ系が優秀なので、めちゃくちゃ素材感が変わるかというとそうではないんですが、まあ、万人向けに作られているユニクロよりは、まあ デザイン的にもこだわりがあったりだとか、まあ、サイズ感もほんのり今っぽくなってたりだとか、デザイン的なちょっと凝った部分も感じられるのがこのあたりなので、まあ、僕はですね、おすすめできるのがこの2つのブランド。まずは軸足になるかなと思います。あとはプラステですよね。ユニクロとかもいいんだけども、もうちょっと価格であげたプラステなんかは、大人世代にはハマりやすいものが多いかなと思って、皆さんにご提案してるんですね。で、ある程度年を重ねてきたら、まあ、たくさんのトレンド的な服を持つというよりは、少数制でいいので、自分にとってこうワクワクで できるような価格帯の服も持っておくことは重要だと思うんですねなのでユニクロとかも本当にいいと思うんですがそういったものとセレクトショップのオリジナルをうまく掛け合わせながら大人っぽい着こなしを作っていくのが僕の中ではいいなということでプチプラだけにもよらずにイタリア系にもよらずにまあその中間ぐらいを狙っていくのが僕はいいんじゃないのかなという形で普段情報発信をしているんですねで先ほど出てきたワードローブスマートだとかジャストフィットっていうのを商品見ていただくと分かる通りですねアイテム自体の個性はそんなに強い よくないんですね。割とこうベーシックなものが多くて、まあ秋冬だったらチェスターコートだとか、ステンカラーコートだとか、このあたり無地でベーシックなものが揃っています。あとはボトムスのシルエットも、いわゆるテーパード型ですよね。太ももあたりには適度にゆとりがあるんだけども、膝から下にかけて徐々に細くなっていくようなボトムスですね。こういったものはやっぱり大人世代には似合いやすいんですよね。確かにファッションが大好きな方とか、トレンド感を多う方にとっては、こういったボトムスは古臭く見えたりだとか、ワクワク感はないかなと思うんですが、やっぱり 世代ごとにどのあたりが心地がいいかっていうのは変わってくるし、似合うものも変わってくるので、このあたりのテーパード型のパンツというのは結構40、50代の方がスタイルをよく見せるにはすごく使いやすいのも事実なので、僕はですね、お勧すすめしやすいジャンルかなと思ってるんですね。で、価格帯的にもユニクロよりはちょっと高いんだけども、頑張れば買えるっていうところが僕はリアルだなと思っていて、だからこそ中価格帯を僕はお勧すすめすることが多いんですね。で、中価格帯の服も色々と買って慣れてきて、もうちょっとワクワク感が 欲しいいいいいいいななななっててうにに部分的にイタリアブランドを取り入れみみるみたいなこととも僕は結構いいんじゃないのかなと思いますちょっとニットをですね、グランサストのものを取り入れてみるだとか、ボトムスちょっと頑張ってインコテックスを買ってみるだとか、まあそういった部分的に一点だけでもいいので、ミックスしていくみたいなスタイリングはすごくいいかなと思うので、自分のですね、予算だとか価値観によって少しずつこうステップアップしていく形で服を買い揃えていくのが僕はちょうどいいんじゃないのかなと思っています。で、最近ですね、若い世代の YouTuber の方も、4,50 ファッションテアに入ってきてるわけなんですが、まあ、結構トレンド的な着こなしをご紹介してるかなと思うんですがそれに対してどう思うのかという個人的な見解なんですがもちろん似合う方もいらっしゃると思うんですね4050代の方でも年齢に関わらず若々しい方だとかファッション感度が高い方もいらっしゃってそういった方だと結構20代30代の着こなしがそのままハマることもあったりするんですねまたはこうドメスティックブランドの服だとかハイブランドの服なんかもバチッと白髪の方で着こなしてる方もいらっしゃったりするので そそれはそれはででハマると思うんですねただ、全体の人口で言ったら、めちゃくちゃ少ないと思います。まあ、ベースの持っているファッションセンスだとか、見た目のベースみたいなところが揃っている方であれば、ハマるんだけども、そういう方ばかりじゃないっていうのは、僕自身やっぱり理解してるんですね。個人向けのスタイリストとして、いろんな一般の方と向き合ってきたので、理屈ではこういった着こなしは似合うと思っていても、それがその人に合うかどうかは、全然別物なので、ちょっとそこに関しては、個人的には、全員には言えないかなっていうところが、正直なところ かなと思っています まあ確かに難しいところで、メンズファッションといっても幅がすごく広いんですね。いろんなジャンルもあるし、世代ごとに正解の形だとか、親しみのあるスタイルっていうのは変わってくるので、その中で語るっていうのは本当に難しいなっていうのを僕自身も日々実感してるんですね。で、僕自身の発信自体もですね、やっぱり僕というフィルターがかかってるので、まあある程度の偏りがあるかなとは思うんですね。ただ僕はいろんなスタイルというものを経験してきていて、イタリア的なものも着てきましたし、ファストファッションのブランドというものも うまく使いながらスタイリングをしてきました個人的にはスポーティな着こなしも好きだしドミスティックブランドなんかは大好きでよく買いますしハイブランドの服なんかも見ることもありますなので僕のバックボーンって結構ですね雑食なんですねいろんなものを実際に買ったり経験しながらその中でお客さんによって似合うスタイルというものを分けてですねいろいろと提案してきたので、まあ、そういった要素をですね動画の中でうまくお伝えできればなと思ってですね日々発信してるわけなんですがそんな僕自身の情報にも偏りがあるので会う方もいれば 合わない方もいらっしゃると思うんですね。なので皆さんにとってまあ、しっくりくるチャンネルをですね支持しながら見ていくのがいいかなと思います。ただいろんなチャンネルが存在する通り一人の人の答えが完全な答えというわけではないので、まあ、いろんなチャンネルをですねつまみ食いしながら良いなと思ったところをうまく摂取して自分の中でのオリジナルというものを作っていただくのがまあ一番個人的にはしっくりくるんじゃないのかなとは思っています。まあ、僕自身のスタンスを最後にお伝えしますとまず40代と50代では 似合う服が微妙に変わってくるというといころですねトレンドとベーシックというものがあるかなと思うんですが、まあ、年齢を重ねるごとにトレンド感というところは徐々に減らしていってベーシック寄りにした方が馴染みやすいかなと思います。サイズ感で言っても緩めのサイズというのがトレンド感ありますよね。で、40代って意外と若いなという実感もあるんですね。僕自身現在42歳なんですが、まあ、30代後半の頃とあんまり着るもの変わってないんですね。むしろ30代前半ぐらいの頃はイタリア的ファッション、 ファッションを好んでいましたので大人っぽいものを着ていた時期があったんですね一方で今はワイトコードメスティックブランドだとかそのあたりを着ることも多かったですのでかえってですね写真を見比べてみても今の方が若々しく見えることもあったりするのでまあ40代って結構幅があると思います若々しく見える方もいれば大人っぽい方もいらっしゃると思うので若々しい方であればトレンド感を楽しむのも悪くはないかなと思うんですね某ファッション系 youtube r の方がご紹介するなスタイルがハマる方もやっぱり40代の方にはそこそこいらっしゃ あるのかなと思いますただそれが50代になってくるとさすがに厳しくなってくると思いますまあ、見た目もだいぶ大人っぽくなってきますし体型も変わってくるのでそういった土台の中に若々しい着こなしをしてしまうとやっぱりこう違和感がある方の方が圧倒的に多いかなと思うのでベーシックよりにした方がいいかなとは思うんですねで使うアイテムとしてもですね時代に大きく左右されないようなロング丈のステンカラーコートだとかあとは丸首のシンプルなニットだとかブラック系のパンツだとかまたニューバランスのスニーカーだとか、まあ、この後 そのあたりというのは、間違いなく似合ってくるかなと思うんですね。まあ、今回の動画の中では、そのあたりまで語ってしまうと、もういくら時間があっても足りないので、僕の過去のですね、40代向けの動画だとか、50代向けの動画を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、その世代ごとにですね、似合うスタイルというのは確実にあるかなと思います。で、僕たち大人世代にとっては、もう木を照らうような着こなしをしたいというわけではないと思うんですね。ある程度、ベーシックでありながらも、ほんのりおしゃれ感が漂うぐらいがちょうどいいかなと思うので、そのあたりを狙うのであれば、個人的にはセレクトショップの オリジナルですねビューティアンドユースですとか、グリーンレーベルですとか、あとはプラステですとか、アーバンリサーチドアーズなんかにも使いやすいものはすごく多いかなと思うので、このあたりをベースにしながら、まあ、ベーシックで定番的なんだけども、ほんのりサイズ感とかに現代的な要素を感じるものをですね、取り入れていただくと、若作りをしてるってわけじゃなくて、若々しいという形で着こなしが作れるかなと思うんですね。無理して若く見せる必要はないかなとは思うんですが、かといって大人っぽいスタイルにしなくちゃいけないっていうわけではないと思うんですね。 でもいいんだけどもそれだとちょっと堅苦しいかなとか自分の地元じゃうくなって方もいらっしゃると思うんですねまあ、そんな時には程よいカジュアル感があるんだけどもベーシックの範疇なので使いやすいこのあたりが僕は結構鉄板なんじゃないのかなと自分の中では信じてるんですねそれがちょっと皆さんにとってどれぐらいハマるかどうかわからないんですがまぜ、あ、ひコメント欄でそのあたりは感想を聞かせていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではちょっとチャレンジングな部分ではあったかなと思うんですが、40代、50代の大人世代にはどんな服が似合うのかということで、結構ざっくばらんにですね、本音で解説をさせていただきました。まあ YouTube の世界にはいろんなチャンネルがあって、やっぱりそれぞれにですね、信じてる世界というか、好きなスタイルというのが、まあ別々なので、やっぱりこう主張が変わってくるのは当然かなと思うんですね。その中でも僕のチャンネルというのは結構雑色で、イタリア系のファッションを僕自身好きで しスポーティな着こなしも好きですさらにはユニクロだとかプチプラ系のブランドもやっぱりこう散々見てきたしリアリティなる服だと思うんですね買いやすいですしあとは機能的にも選択がしやすかったりケアしやすかったりこのあたりもやっぱり欠かせない要素だとも思いますのでまあ、リアルだなぁと思うんですねそういったものをいろんなものをですね摂取しながら雑食でまあこのあたりは大人世代に合うのかなっていうのですねご提案しているのが僕のチャンネルという形になるんですねですので皆さんもいろんなチャンネルをまずは見ていただいてどのあたりが 自分のの感覚に合うのかなもうそれはもううフィーリングでいいと思うんですよねなんか違和感強いな、だけどもこの人が言ってるから本当なのかなっていうところで無理に頑張る必要はないと思うんですね。違和感があるということはやっぱりこう自分の価値観と合ってない可能性もあるかなと思うのでそういう時にはまた違ったチャンネルを見ていただくのがいいかなと思うんですね。まあそれぞれの主張をうまくブレンドしながらオリジナルの着こなしを作っていくっていうのが僕はちょうどいいのかなというのが一つの着地点かなと思っています。僕も若い世代の YouTuber の方の動画も見ます。 めちゃくちゃクオリティ高いし、参考になる部分もたくさんあるので、勉強させていただいてます。もちろんイタリア系のファッションのチャンネルも見るし、雑誌もほんと様々なものを見るんですね。僕は普段読んでるのは、ウォモだとか、メンズクラブだとか、あとはオーシャンズ、この辺りが軸足になって、あとはビギンとかもよく読むんですね。そして、もうちょっと上の世代で言うと、まあ、最近名前出ていましたが、サファリだとか、あとはレオンとか、この辺りも僕は好きでよく読みます。結構海外のファッションっていうところをうまく日本に持ってきてるという側面がこの2つにはあるので、まあ、ちょっとハマり づらいなと思う時ももあるかもしれませんがやっぱりレオン的な大人の色気のあるスタイルっていうのもバチッとハマる方もいらっしゃると思ってるしサファリーの西海岸的なカジュアル感っていうのが心地がいいと思ってる方特に運動されてる方とか爽やかな大人世代の方にハマるということもあると思うのでそれらの雑誌も学びになるなと思って読んでいますそれだけではなくて下の世代のですね雑誌も読んでいてファインボーイズだとかメンズノンノだとかそのあたりも読むんですよ正直それらのスタイルを僕がやるかというと難しいところが多いかなと思う ですがいろんな世代の今のこう着こなしっていうものを見ることで、まあ、なるべく感覚を柔らかくしたいなと思うんですよね。ファッションっていうものにそもそも正解がないわけなので、世代によってやっぱり正解の形も変わるし、人によってどのスタイルがハマるかは違うので、僕もですね、いろんなスタイルというものを網羅してた方が、やっぱりいいなと思ってるので、いろんなものを見てるわけなんですね。なので、一つのジャンルに偏らずに、このスタイルのみが正解だという考え方に陥らずに、まあ、柔らかくファッションを楽しんでいく方が、 は結構楽しいんじゃないのかなと思っていますのでご自身内のメンズファッションを楽しんでいただければなと思っていますまあ、今回の動画に関しては賛否両論いろいろとあると思うんですねですので良かったら皆さんもですねコメント欄で思ったことがあったら書いていただけたらなというふうに思っていますということで以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに